ということで、はい、キクちゃん、はい、CBX Z1 グランプリ、はい、完成、はい、完成。慎吾くん、はい、なんすかめっちゃ目立って、古文系暴走モードです。いやー慎吾くん、4フォアとしては100点かもしれないな。はい、ありがとうございます。だけど私も負けておりません。はい、今川口さんは慎吾くんだけのを持ってきたと思ってんですか。いや今日これのでしょ、これの完成祝いで持ってきてみたんだ。これはね、キクちゃんも知りません。いや俺これも知らなかったですから。なんだったらずっといさめてくれる先輩だったんですから。キクちゃん、はい、止めきれてないじゃん。いやもう有料名乗るのやめますわ俺本当に。キクさん、俺止まんないっすよ。いやこれはちょっと止まらないっていうか、もう行き過ぎましたね。それではね、ちょっと待ってください、どういうことですか。もう止めじゃないんですね。川口さんが入ってきますから今。えは、キクちゃんどうぞ開けてもらってください。マジで何、おー、やってる。やってる、これは。待ってくださいよ、やったな。えあれ、いや俺、待って、やったな、これどうなんですかこれ。やってんな、これはね、チンチラ割りですよ。懐かしい、80年代ですから。話題はやってるわ、これはチンチラ割りでございます。ねえ、はい、人のこれ振りに使うのやめてもらえません。これ何センチですか。ちなみに僕の45センチなんですよ。80センチ。倍きた。マジで何すかこれ。おれやばやば。これぞ当時もんですよ。はい、ジェラってる。いや、ジェラ盛りです。今さっきジェラニーとか言ってたのが本当に悔しいぐらい。今わかるでしょこの気持ち。俺のシート見た時、じゃあ演技してましたね、あれ。いや、あれはあれでいいなとか言って。あれはあれで、まあよかった、よかった。よっぽどこれあるの知ってたのに。シンプルな質問していいですか、はい、雨の日どうするんですか。これ乗らないです。乗らない。この全部吸収しそうな、この、はい、雨の日は乗らない。乗らないです。いや、途中で雨降ったりすることあるでしょう。もう終わりですよ。いやー、やっぱりですね、これはやっぱさすが横にいいの本気見た。そしてさっきからチラチラ映ってる、はい、いや、そうっすよ、そうですよ、忘れてた。やばいでしょ、チンチラ。そうだからね、はい、私がもう子供の時、このシートっていうのは、はい、破れちゃってるシートにこのやる場合はありましたよ。3段は通常は段シートにチンチラを貼って、はい、あのビニールクロスを巻くという、はあ、これビニールクロス巻かないと ね、はあ、あのね、汚れるし、そう、あの、はい、色抜けちゃうし、はあはあね、あの水分吸っちゃって最悪なパターンになるんで、これにかけてましたよね。そうなんですよ。しかし今回は川口さんに、はい、まあ、ちょっとねお願いして、ざっとこういうことですよ。うわ、いや、なかなかですよこれ。キクちゃん、はい、これなかなか言ってますけど、はい、キクちゃん、これ夏江ノ島はキクちゃんこれ乗ってもらえますか。あ、いや、優等生ですけど夏は冒険なんですよ。大丈夫かな。いや、かっこいいなぁ。これでしょ、まあ、こうだよね。ほんほん、こう、はい、で、ベルトもつけないといけない。あー、ほうほうほう、ベルト、はい、はいはい、乗せましょうか。はい、ここがさ、はい、ダメになってるやつってすげー多いじゃん。そうですよね、綺麗なんですよ、ほら。ほんとだ、ここが大体割れたりするんですよね。何にもなってないでしょ、これ。ここは程度の良さ。これは素晴らしい。
ね、このネジ山もね、大体もうだんだん山おかしくなってね。そう。よっしゃ。どう。はあ。いや。すげえな。昔。どうですか。ということで、はい、きっちゃん、はい、CBX Z1 グランプリ、はい、完成。完成。すげえ。横に仕上がってますね。いつもニューグリップをきっちりしてる俺がガニ股ってことは、はい、もう気分が10代に戻ってるってことですよ。ニーグリップぎっちりいつもしてるとも思ってないですけど、確かにちょっといつもよりはだいぶ足開いてますね。はい、はい、ここまでこだわって、はい、当時の、はい、繁忙まで作った私、これもすごいですね。塗ったわけですよね。いや、もうキクちゃんがね、はい、いない日に塗っちゃいました。ラインも入れて、はい、はい、そして綺麗な昭和のサングラス。いや、ちょっとどこで手に入れてるんですか、それ。そしてね、キクちゃん、はい、もうこいつ、いやね、完璧に仕上がりましたよ、はい、もうね、キクちゃんが、はい、この来ない数日間、はい、カーステ、はい、つけました。はい、カーステ。いや、これね、確かにこれつけてたんだよな。うわ、すごい、ちゃんと電源も入って、はい、カセット。はい。僕の時代はね、はい、CD なんちゅうもんはないんですよ、はい、カセットでしたね、そういえばね。カセットです。で、大体飲まれて、はい、使えなくなって終わりです。無理やりね、引き抜いたりして、はい、テープ切る。キクちゃん、はい、すっげえ、 CBX ってさ、はい、ハンドリング軽くて軽快じゃない。はいはい、これつけたら一気に重くなったわ、はい、あ、そうなんですか。やっぱフロントが重いとダメなんですね、はい、ほら、へえ、はい、旗棒もね、旗棒は影響もつけてますし、ちょっとやっぱ出るんですね。そして菊ちゃん、はい、見てください。はい、この拡声器もチューニングを施しております、はい、拡声器がね、はい、いやー、来ましたね。はい、これはてれてててててててえ、違います、違います、ちょっと肩から手いくんですよ。肩いって、はい、あとで、はい、完コピして。いや、できないです。僕もできないですけど、はい、今のが違うのは分かりました。はい、そして、菊ちゃん。かね、はい、夕焼けにゃんにゃんからの、はい、下見てください。はい、はあ、あ、こんなの。はいはいはい。ちゃんとね、はい、スイッチ付きで作ったんですよ、私は。え、いくよ。はい、うわ、光ってる。え、どうですか。いわゆるラブ灯ってやつなんですか。そうです。だから、はい、これは、はい、走行時に別に点灯させませんから。はい、今あるんですか、これ。売ってる人がいるんですよ。あ、当時のものを今売ってる人がいる、はい、作ってんじゃないですか。はー、だから LED なんでね、めちゃくちゃ綺麗ですもんね、はい、なんかちゃんと。だから俺はこの夜の街でローリングを切って、マフラーから火花を散らしながらね、えこのラブトピカピカピカっていう予定ですね。はい、はあ、い、仕上がりましたね、これ。でも菊ちゃん、はい、俺は菊ちゃんの口からそんなことは聞きたくなかったんです。え、なんですか。ここまでこだわって作ったのに、はい、どうしても納得できない部分があるんですよ。はい、最初、はい、先走って、はい、塗ってしまったんでしょう。はい、あー、なるほど。はいはい、色ですね。はい、あー、はいはい、わかります。このはいはい、このリングとかね、はい、このスタビライザー、はい、この辺とか。え、これめちゃくちゃ撮るの大変なやつじゃないですか。わー。あー、いいですね。だからこれも違う色なんですよ。はいはい、ほら、紫じゃない。あー、はーはー、でも系統ってことでね。そう、系統ではこのラベンダーね。はいはいはい。だ、これの薄い版。ほう、なるほどな。確かにね、ちょっと緑は少し浮いてるんですよね。紫系なら浮かないんでしょうね。このラベンダーを塗ることによって、はい、
ここのブルーが許されるかなと。ほう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 。あ、本来このブルーも許されないじゃん。はい、こっちはでも薄い色で、そう、系統としてはそこまで。チェーンケースも、はい、そうですよね。いや、こっちはね、正直あんま違和感ないんですよね。この緑がやっぱりちょっとなんつうか黄色系が入るというか、強いんだよね。少しだからこれでマフラーがさ、はい、ちょっと黄色だったりしたら、あ、またね違うんでしょうけどね。ちょっとさ、はい、インボードが1個余ってるんですよ。あ、そうなんですか。ほうほう。それちょっと軽く塗って、はい、合わせてみる。ああ、なるほど。そうですね。どっちがいいか。はいはい。これだとほらラベンダーだから色違いますから。そうですね。キキちゃんさ、はい、もう一ついいですか。はい、もうそろそろ突っ込んでこれ外させてください。いやいや、突っ込んでというか今日それで行くのかなと思いましたけど。いかないですよ。いや、ちょっとそのままでもいいけどな。似合ってますけどね。似合ってますけど完全に、うん、まあ、視界は良くないだろうなと思います。良くない、はい、正確な色見えてないと思うんで、はい、このサングラスと、はい、合わせてるんですよ。ほうほう。本当は僕が好きな色は、はい、え、サングラス、はい、え、茶色。ちょっと違いがあんまり分かんないですけどね、そこに関してこれはちょっとピンク、はい、あー、レンズの茶色だけどピンクっぽい。はいはいはい、はいはい、ちょっとどっちもかけてください。この違いに関してはマジでどっちでも大丈夫ですよ。え、いや、横には気に入ってる方かけてもそこ大丈夫ですよ。本当？はい。何の統一感もそぐわれてないです。はい、大丈夫です、それ。じゃあ、はい、これでいかしてもらいます。はい。ということで、はい、一回ちょっとインボード塗ってみましょう。わかりました。完璧な状態になるかどうかやってみましょう。はい、よろしくお願いします。はい。菊池先輩。はい。ははははははは。ダメですよ。これじゃやっぱ正確な色見えないですから。そうでしょ、そうでしょ。菊池先輩、はい、後ろから五光が差してるんですよ。でね、菊ちゃん、はいはい、もう早速、はい、この薄汚れたインボード出てきたんでね、はい、ちょっとウェットかけましょうか。あ、そうですね、綺麗に。ね、これちょっとデコボコだから、はい、どうせもう塗るんだったら、はい、綺麗に塗っちゃって、はい、それでもう当てがって、はい、OK ならもうこいつを変えてっちゃいましょう。はい、似合ってる。いや、これ似合ってる、あんま嬉しくないですけどね。はい、来ましたね。じゃあ、はい、最高です。これはまあいわゆる試しに当てがうための。そうです。うわっ。じゃあ、はい、めちゃね。あ、もうすでにこっちのが合うなって感じしますね。ね。はい、ていうかさ、はい、この色の CBX 作りたいぐらい。何台もいろんなのやりたくなる。あ、ほんと。あ、でも綺麗な色だな。じゃあ、はい、マジ？こっちでしょ？こっちですね。いや、きくちゃんね。はい。はい、CBX550 っていうのは、はい、日本で一番ね、はい、ホイールを外すのが、はい、面倒いバイクなんですよ。なるほど。よって、はい、弊社では、はい、CBX のお客さんが、はい、タイヤ交換をしてくれって言ってた時は、はい、忙しいと嘘をつく時が多々ある。まあでも嘘ではないですから。 やることによって他のこと何もできなくなってしまうっていう、ね、それぐらい、はい、ね、この CBX っていうのは、はい、もう忙しいんですよ。なんでこれハタボをつけちゃったかな、本当に。ハタボをつける前に。そうっすね。CBX はそもそもそのブレーキがインボードですよね、はい、この中に鋳造のディスク板が入ってるんですよ、はい、はあはあ、だからここ開けたら、はい、何この作りみたいな。いやー、まさに僕も乗ってるんでもう耳が痛いっすわ。そうですよ。でも俺もね、マジで、はい、この CBX が世に出た時、はい、このホイール、はい、ドラムブレーキかと思ったの。あ、でもそうっすよね。何このこれみたいな。まずはちょっと、はい、まあ、どう転ぶかわからんから、はい、
ね、はい、もうフロントフェンダーもう全部外しちゃいます。そうっすね、うん、これでビーとか傷入ったらもう嫌ですからね。ちょっと大変すぎて、はい、本当ですね、めっちゃ老けました。うわ、こんなに。今後は、はい、弊社は、はい、CMX のお客さんは、はい、お断りです。いや、やばい、俺断られちゃう。険しい顔してますね。じゃあ、はい、もう木は熟したんです。はい、見てください。はい、綺麗に塗れましたね。なんで最初からこれつけなかったかなっていうさぐらい、はい、きっちり似合ってるんですよ。まあ、色合いは絶対こっちですね。はい、なんでキュッシャン、はい、これにせんかったんですか。まあ、最初のね想定から変わっていくのがこういうカスタムですから。わかります、はい、いいこと言う、はい、さすがキュッシャン。やはり妥協しない男っていうのは満足度が違いますな。そうっすね。いやー、キクちゃん、はい、やっぱりね、あのペパーミントグリーンから、はい、このラベンダー、これね、これをこうしたことによって、はい、めちゃくちゃ、はい、満足度があるわけですよ。やっぱ統一感が一気に出てましたね。しかしこのインボード、すっげー大変でしたね。めちゃくちゃ大変でした。慣れてるとはいえ、本当に大変だったわ、今日という今日は。ね、でまた一個一個こう傷つけないようにね。そうなんですよ、本当に。しかしラベンダー、キちゃん、はい、最高です。最高ですね、よかった。というわけで、はい、今からバラした部品をまたつけるという、はい、単調な作業に移りたいと思います。はい、はい、頑張りましょう。でもさ、キちゃん、はい、またこれさ、はい、綺麗な。ノーマルにね、はい、戻そうかななんか思ってましたけど、はい、こんな大変だったらちょっと戻さないですね。多分。まあそれはありますね。実は、はい、もう赤フレームの綺麗な青白外装とか、はい、いろいろ考えてましたけど、こんな大変だったらやらないですね。ちょっとできないですね。はい、大変ですね。これを見て、はい、何やってんだもったいないって思う人は、はい、一人いたとしたら、はい、もう懐かしくて、はい、酒飲みすぎちゃってる人は150人います。はい、そういうことで許してもらいましょうね。はいはい、納得いい。アルバムね、引きずり出して、はい、もう泣きながら酒を飲んで泥酔しちゃってる人、はい、150人いると思います。はい、納得いかない人もそういう人がいると思って許してくださいと。そうなんですよ。はい、何を目的として作ったか。そう、私は、はい、もう超昭和。本当に心底これね、かっこいいし楽しかったな。あ、そこがでもね、いいっすよ。やっぱやる人が楽しくやってないとね。過去一楽しかった。はい、いや、ちゃんとね、はい、走れる状態なんだっていうのがまたね、いいですね。そうですよ、張り込んでんじゃないですから。はぁ、ということでね、キッチャン、はい、あと数日、はい、グランプリに向けて、はい、はい、あとはもうここからも微調整のレベルですね。はい、そうだ、菊ちゃんだって当日俺の仲間じゃないんじゃん。いや、仲間ではないです。僕は中立の立場で司会すると思うのでね。え、はい、向こうは、はい、おすぎと、はい、翼がいいんじゃん。そうなんですよ、はい、俺だって一人だ。そうなりますね。あら、寂しい。向こうがどういった布陣でどういう戦い方か分かんないですけど、まあ、僕はでももちろん司会はしますけど、横にのを一緒にお手伝いさせてもらったという立場では行かせてもらいますんで。ね、はい、まあ、神奈川県ですから僕も。はい、そうです、はい、ね、神奈川、東京中の同じような体験ですよね。そうですね、ちょっとね、はい、また明るくて、はい、お会いしましょうか。はい、はい、お楽しみに。はい、はい、どうも、ですね、 Z1 グランプリ終わってしまいましたね。もう本当、僕と佐田くんはね、燃え尽き症候群でございます。まあね、皆さん Z1 グランプリのね、佐田ビルダーズの方を見ていただいてから、うちの方を見ていただいたのか、うちを見てから佐田ビルダーズの読者1グランプリを見ていただのか、それはね、ちょっと分かりませんけど、本当ね、当日はまあただただ楽しく、
ほんとね、忖度なしであれこれやらせていただきましたけど、もう岐阜の面々、ね、福岡の、ね、面々、まあ、福岡の面々って言っても黒瀬くんとか下鬼なんかっていうのは本当にね、昔から九州に住んでいた人なんで、本当に懐かしかったみたいですね。僕なんかはね、もう結局関東の人間っていうのはああいう何打ち上げとかああいうのなかったんで、あっても本当北関東、千葉とか茨城、栃木ね。それでね、まあ要は当時とね見て、あそこが違う、ここが違うと思う人もいるかもしれませんけどね、確かに川口シートさんね、破壊し三段にした方がいいんじゃねえかとかね、昔はもうちょっと重さかったんじゃねえかとかね、もっと前に寝てた方がいい、ね、昔っぽいんじゃないか、いろいろ提案を受けたんですけど、三段シートだけはね、僕はねこの形状がいいと。まあこれはね、僕せっかく作ったんで、実はもう夏はこれ乗ろうかと思ってます。ですからまあ今からですね、もうこれ車検は取れてるんで、今から一応まあその取り締まる側の方のところにちょっとこれを持って行って、実際これを乗ったらね、どこか違反があるかどうか一応確認してみて、夏ちょっとね走ってみようかと思っております。ですからね、まあ見かけた際には手でも振っていただければと思いますんで、その時はよろしくお願いします。ありがとうございました。だいぶ仕上がりましたね。はい、シートもねあれして、あれちょっと待ってください。なんかおかしい。あれどうしたんですか、ここに横に。サタビルダーズ、はい、金谷支部俺たちのチームは創意工夫と試行錯誤で頑張ってるんでよろしく。いや、ちょ、昔よくあったそういう暴走族が気合い入れるやつ。言ってる言葉すげえ綺麗なんですよ。試行錯誤、ちょっと待ってくださいよ。いやいや、これまあベルトついて、こちら、何ですかこれ、気になりますでしょ。え、全国走破ちょっとちょっと、え、僕のユニフォームじゃないですか。何これ。これは私が自ら当時を思い出して、え、悪いな。ちょっと待って、何、いやすげえ、どうですか、刺繍が。袖はなんて書いてあるんですか。袖は、私はね、はい、別にこれ暴走族じゃないですからね、はい、職人として試行錯誤。いいですね。はい、逆が、逆は、逆がちょっと待ってください。創意工夫。すごい職人さんのいい言葉。どうですか。何これ、刺繍でかっこいい、これ全国走破ですからね。私はですね、来年これを着て全国行こうと思ってます。いや、このシートでは行けないですよ、はい。無理ですよ。なんかチンチラシ。いや、これを見て特攻服とか言われる方いるかと思いますけど、はい、作業服です。いやいや、そのヘルメットもいつの間にかかぶって、僕の時代は布マスクしかないから、喋、はい、ってると顎が出てきちゃうんですよ、はい、ちょっと横にのサイズと合ってないんですよ。子供用マスクでしょ。いや、布マスクです。なんすか、上から下まで足元、それでケンさんですね、これ。やっぱ柄悪いなこれ。僕はね、はい、今後お仕事は、はい、これでやらせていただきます。いやいやいや、多分もったいないですよ、これ。これ汚しちゃったら。作業服ですからね。作業服としてこれ注文したんですか。まあ確かに作業服ではあるんですけど、今まで以上に頑張ってみようかと思ってます。そういうことですね、はい。いや、このね、作業、当時の作業服を見つけるのがどんだけ大変だったかね。ね、探したわけですね、これはこれで。探したよ、これ。ガッツポケットあって、ここになんかペンが刺せるみたいな。だからね、今の特攻服売ってるやつって、やっぱ昔と形が違うんですよ。あ、まあ、こうダボーンになってたり。ディティールがね。はい。だから僕はね、これね、80年代のこの作業服を探すのがどんだけ大変だったか。本当だ、完全に昔の作りだ。すっごいストレートで。変なとこ苦労してるな。本当だよ。このスタイルも Z1 グランプリに向けての、そうです、スタイルからということですね。おっ